ビーズのトークジムにようこそ。というわけでビーズ専門解説のあつしです。今日のトークテーマはこちらです。かっこよかったビーズのライブジムへようこその演出ベスト3、これをお伝えしたいなと思います。結構ね、コメント欄とかでビーズのライブジムへようこそのなんかこうベスト3みたいなことを喋ってほしいっていうのが結構ね、たまに書いていただける方がいらっしゃるんで、じゃあこれはちゃんと撮ろうということで、させていただいております。で、ビーズのライブジムへようこそっていう演出をまず知らない方がいらっしゃるかなと思うんで簡単に説明しますね。そのビーズのライブでは必ずこのセリフが言われます。まずで、どのタイミングで呼ばれるかというと、ほとんどのライブが2曲目が終わった後です。で、3曲目に入る前にビーズのライブジムへようこそって言ってお客さんがわーっと盛り上がるっていうのがもうその一つの様式日なんですよね、ビーズのライブの。っていうのが、ビーズのライブジムへようこそなんですけども、最初はね、ただビーズのライブジムへようこそって言うだけだったんですけども、その年とともに徐々に演出がついていって、かっこよくしてるものもあれば、ちょっと笑わせに来てるものもあったりだとか、そんなものも含めて面白かった演出ベスト3をお伝えしたいなと思います。それではどうぞ。第3位、ビーズライブジム99ブラザーフットツアー。これね、映像にも残ってると思うんですけども、2曲目のフィアが終わった後に、稲葉さんがステージにトコトコって出てきて、で、紙コップを片手に持ってるんですよ。で、紙コップを片手に持ってて飲むんですよね。お客さんに一気コールをさせながら飲むんですけども、飲んでこのコップの底にビーズのライブジムへようこそって書いてるんですよね。で、それがそのモニターでアップされて観客がうおーってなってて、稲葉さんがそれを飲み切った後に、稲葉さんがうんって気づいて、ビーズのライブジムへようこそ、ビーズのライブジム、ちょっとなんかその思い出せない、なんか認知症のおじいちゃんみたいな感じのキャラをやってるんですけども、それでって気づいて、ビーズのライブジムへようこそつってコップを放り投げてライアーライアーが始まるっていうかっこいい演出だったんですよ。ちょっとね、僕の言葉だとなかなか伝わりにくいと思うんで、もしよかったら映像を見てください。それでは第2位、ビーズライブジム2011カモン。これもね、ちょっと笑わせに来てる演出だったんですけど、2曲目の弾丸かな、弾丸が終わった後に、なんかステージの上になんかこうこれぐらいのテーブル、ちっちゃいテーブルとなんかボックスがあって、で、稲葉さんがそこに手を突っ込んで、取り出したらビーズのっていう風に書いてるんですよ。で、それを何回か繰り返した後に最後のボールを取ったらビーズのライブジムへようこそって書いてて、それを、ビーズのライブジムへようこそって言いながら思いっきりぶん投げて、ドントワナライが始まるっていう。あれすごいかっこよかったっす。そして面白かったっす。これもね、映像があるんでもしよかったら見てください。それでは第1位、ビーズライブジム2015エピックナイトのドームツアーの方、これもね、皆さんご存知だと思うんですけど、2曲目の、ノーエクスキューズが終わった後にステージにでっかくでっかいブラジャーがぶら下げられて、で、稲葉さんがそれに向かって一言、これ子供の時から夢だったんですって言いながら、そしたらそのブラジャーがくるっとひっくり返ったら、そのブラジャーの裏側にビーズのライブジムへようこそって書いてあって、始まるっていう、ステージにあんなでっかいブラジャーを置いたのは多分ビーズぐらいじゃないかな。というか、だけの演出のためにあんなものを作ったっていうのが僕は結構好きです。でね、あれ製品化になってる、名古屋ドーム、まあ僕もその時行ったんですけど、だと、本来だったらひっくり返してビーズのライブジムへようこそっていうのを見てビーズのっていうんですけど、なんか稲葉さんが閉じちゃって、そのひっくり返す前にビーズのって言っちゃったんですよ。稲葉さんも途中でそれにすぐ気づいて、早くひっくり返して、早く早く早くって、
あれがね、すごくね、個人的なツボです。はい、それではね、今日はね、ビーズのライブ地名ようこその演出、お伝えさせてもらいましたけど、いかがだったでしょうか。いろんなね、演出がたくさんあるんですけども、今日の好みで言ってるんで、明日になったら違うこと言ってるかもしれませんけど、ビーズのライブ地名ようこそっていうのは一つのね、もう行事になってるんで、ぜひね、今後のライブ地名の時はそこを注目してみたいなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。